ようこそ皇室ラボへ。12月9日に皇后雅子さまが還暦を迎えられるという特別な節目を迎えます。ご自身の健康の課題に長年向き合ってきた雅子さまですが、宮内庁の幹部が文藝春秋2024年1月号の取材で平成の時代からの雅子さまのご様子について語っています。ぜひ最後までご覧ください。皇室の世界では個人の人権という概念が常に複雑なものです。特に雅子さまは2003年に帯状疱疹に苦しみ、翌年適応障害と診断されました。これにより長期にわたる療養生活と公務からの一時的な離脱を余儀なくされました。しかし天皇陛下の即位から5年が経ち、雅子さまの公の場への出席は徐々に増えています。体調も大きく回復されたとのことで、今年6月には約21年ぶりに国際親善のためインドネシアを訪問されました。また全国各地で開催される全国豊かな海づくり大会や特別国民体育大会、国民文化祭などさまざまなイベントにも精力的に参加されています。宮内庁の幹部は皇室の現状を深く顧みながら次のように語ります。皇室とは個人の人権がほとんど守られない場所です。選挙権や戸籍がないこと、職業選択や信教の自由が制限されていること、財産権にも制約があること、どこへ行くにも常に側衛官が付き添い、皇族の一挙手一投足は両陛下や警察庁長官、さらには総理大臣に報告されてしまいます。このように皇族は常に監視された環境の中で生活しているのです。赤坂御用地や御所のような高い塀に囲まれた場所ではまるで幽閉されているかのような状態、ある意味囚われの身とも言えるでしょう。皇族の方々は現在17人おられますが、驚くべきことにその全員が何らかの形で精神的な苦しみを抱えているとのことです。これは非常に重要な問題で、その心の痛みを隠し公務や儀式に勇敢に臨んでおられます。雅子さまが長い間抱えてきた問題意識は皇室内の深刻な状況に根ざしています。外から見ると華やかに映る皇室の生活ですが、実際には人権侵害の問題が深く根付いているとされています。特に雅子さまは1993年に天皇陛下とご結婚されてから、この人権侵害を身近に感じ続けてこられたと言われています。当時の皇室は現在以上に人権の問題が後回しにされていた組織でした。雅子さまは体調が優れない中でも公務に出るのが当たり前との圧力を受け、無理をして公務に臨まれていました。またお世継ぎを授かることが難しい時期には、早く国民が待っているからという批判的な声もありました。これらの状況は明らかに人権侵害と言えるでしょう。雅子さまの経歴はハーバード大学や東京大学を経て外交官という非常に印象的で多彩なものです。しかしご結婚を機に皇室に入られた雅子さまは、そこで目にする人権が侵害されているような状況に一体どうなっているのという強い疑問を感じられたのです。雅子さまは皇室の特有の環境に馴染むことが難しく、その結果
適応障害という診断を受けられました。長年にわたり雅子さまは皇族としての人権が十分に守られていない現状は適切なのかという強い問題意識を持ち続けられています。ご結婚以来この問題に対して果敢に立ち向かってこられたのです。雅子さまは適応障害を発症しそれを受けて療養生活を開始されました。お世継ぎを産むという重圧の中で心身ともに疲弊され2003年12月には帯状疱疹を発症し宮内庁病院で治療を受けられました。特に注目すべきは当時の皇太子現在の天皇陛下が2004年5月に雅子の人格を否定するような動きがあったと述べたことです。このような状況を経て雅子さまは適応障害と診断され精神科医である大野氏のもとで療養生活に専念されることとなりました。雅子さまの公務出席に関しては体調を考慮した上で参加を検討という方針が取られるようになりその結果欠席されることも増えました。毎年のお誕生日に発表される雅子さまのご感想文書にはお医者様のご指導のもとで回復に努めるという言葉が頻繁に記載されるようになりました。2005年以降雅子さまの誕生日には東宮職医師団見解という文書も一緒に公表されるようになりました。これは医師たちが専門的な見地から雅子さまの病状を説明する内容です。これらの文書には雅子さまの深い心情が反映されていると言えるでしょう。雅子さまは体調が深刻なために行事を欠席しなければならないことがしばしばありました。しかし招待されている身としては自らの意思で参加を辞退することは難しい立場にあります。さらに政府主催の行事にはほぼ強制的に参加させられることもありこのような状況での皇族の行動はまるで操り人形のようで人権が無視されていると感じるほどの辛さがあります。雅子さま自身このような状況で拒否することは現実的に不可能でありもし拒否すれば税金泥棒という批判にさらされることでしょう。しかし医師の判断による欠席はそれなりの正当性を持ちなんとか欠席する道を見出すことができます。東宮職医師団見解の文書には実は雅子さまご自身が深く関与されています。毎年誕生日に公表されるご感想の文書を医師の視点からどのように表現すべきかを熟考されるのです。文書の終わりに常に添えられる温かい目で見守っていただきたくという言葉は実は雅子さまの心からの訴えなのです。このような大野医師や東宮職医師団との密接な協力体制は雅子さまが皇室内で生き抜くために不可欠なものとなっています。いかがだったでしょうか。皇后雅子さまの適応障害と人権侵害の実態に目を向けた時私たちはその精神的な強さにただただ感銘を受けるばかりです。このような困難を乗り越えてきた雅子さまの姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えます。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。